豊島神社は、岡山県倉敷市玉島大津島にある神社である。当社は、玉島旧市街から南へおよそ1.5キロメートル、工業地帯と港湾を望む丘陵地にあり、周期礼大祭は、おとしま祭りとして有名な神社である。豊島とは、おとしまの区名で、創立年代は定かでないが、平安時代に書かれた、備中詩や大城会和歌集に記されている。 旧社名を養父母大名人と称し、1871年に、おとしま八万宮を合祀の際、豊島神社と改称された。おとしま祭りの地とせがく、祭り寺歴史を月日イコール祭典名。1月1日イコール祭坦祭。1月1日イコール年賀祭。10月最終土日曜日に開催される、周期礼大祭は約700年の歴史を持ち、 倉敷市重要無形民族文化財に指定されている。早朝の境内に三隻の御船、九代の千歳学、ヤッコ、鬼、獅子等が集まり、落島地区中を巡行した後、順に境内に戻ってくる。その時、夕暮れの神社の森の中を、盆ンボに照らされた千歳学が石段を左右に蛇行しながら登る様子は、壮観で、玉島地域を代表する秋祭りとして有名である。 文化五年養父、城、渡り治むの協力で造船し、船名を、八幡丸と称していたが、安政二年改造し、明神丸と改めた。明治十七年大打のため流出し、同二十年再び新造して、年間丸と解消し、大正十五年玉島ほぶね組合協力して、大改造され、今日に至っている。大正十五年の十月製作者、 加瀬の休治郎世話人、大島留五郎分成年間伊予国で中古の、千歳学が売り出されていたのを直帰境、五平義直が大半の金子を寄付し、購入したものである。水幕の上の出組は、佐神五郎の掘り方を真似ている。慶応四年達六月玉島丸山千歳学を、ひな形して、制作制作者大工、お吉大金二十六両当時の古文書が、現存している。 慶応4年以前にも五教太鼓があったものと考えれる。文政9年以前に船堀の五教太鼓が三越の友回りをしていたと古文書に記されている。文政9年以前に高知の五教太鼓が三越の友回りをしていたと古文書に記されている。ありがとうございます。